ゆうゆうの日本語ポッドキャストはいみなさんこんにちはゆうゆう日本語ポッドキャストの時間ですみなさんどんな風に過ごしてますか毎日何をしていますか、えー、笠でゆうゆうでは、えー、もうね夏休みがね終わって、えー、普通の通常運転毎日のお仕事が今日始まって このアップロードが多分木曜日になるのでまあ今月曜日に撮ってるんですけどねはいもう今日ちょうど始まったところですねもうクアレンテーナーもずーっと続いていてまあ、皆さんね本当に勉強したり大学生は今夏休みですかねあの夏休み中何をしてるかちょっと気になりますので是非あのメッセージでね メッセージダイレクトメッセージかあのフェイスブックのコメントで書いてもらえるといいと思います。で今回はですねまた「僕の好きなことシリーズ」ということで最近僕と亮太の中で流行っているあるゲームについて皆さんにその魅力いいところを紹介したいなと思っております。ということで始めていきましょうよろしくお願いします。 の日本語ポッドキャストはいということで今回のテーマはですねゲームについてなんですで特にここ最近亮太と僕の中ではまっているゲームがあって皆さん聞いたことありますかね PUBG プレイヤーアウンノーンなんとかなんとかだったと思いますけども <laughs> FPS シューティングの ゲームですこのねゲームがね面白いんですよ難しいんですけどね簡単に説明するとあの武器を持って相手を倒すゲームですそして、まあ、簡単に言うとバトルロワイヤルなんですね100人のメンバーが飛行機に乗ってある島に降りますで 100人の中でちょっとね言葉は強いんですが殺し合い倒し合いをするんですよでその島の中に100人いるんですけどその生きられるゾーンっていうのがだん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 小さくなってくるんですよでその小さくなるゾーンの中にこう自分は入りながら相手を倒して最後の一人を目指すっていうゲームなんですよ これねすごく難しいんですけどよよくでできてるゲームなんですよ何ができてるかっていうと普通のゲームって例えばレベルが上がったら強い武器があるからレベルの高い人が、まあ、そのゲームでいろんなことができて早くじゃないやその後に入ってきた人要はあの後輩にあたりますよね。後輩はもう全然 楽しめないみたいなのが結構 RPG のオンラインゲームではあるんですけどこちらの PUBG はレベルが高い人レベルが低い人関係ないんですよ島に降りて家の中に落ちている武器を拾って倒すからレベルが高い人も低い人も同じルールの中でゲームをするんですねこれがね面白い 中にも武器がいろいろあるんですよ。マシンガンとかショットガン。近い敵を倒す武器とかアサルトライフルっていってその近くも倒せるし遠くの敵も倒せますよっていう武器もあればライフルみたいに遠い敵をドーンと撃つっていう武器もあるんですよ。なので その場所とかこれから自分がどう戦いたいかによってその武器を拾って選んでそしてその戦っていくんですよでまあ普通にねこうああじゃあ強い武器を取ったらもう勝ちじゃないかと思うじゃないですかそうじゃないんですね大事なのはその強い武器を取るのも大事なんだけど 場所とかあとは相手がどうやっってて動くか考えるいあのー、特にこの FPS のゲームは高いところにいる人の方が強いんですね低い人の方が弱いこれなんでかっていうと高い人の方が狙いやすいその銃で撃ちやすいんですよあここにいるなバンとか。 そのみんなの全ての動きをチェックできるのが高いところで低いところはなかなか難しいんですねだから強い武器を取って高いところにいて相手を見ながら相手にバレないように戦うというこれがね面白いんですよただこのゲームねもう実はこのゲームが発売されてから3年 もう経ってんのかな多分2017年ぐらいに1回目のバージョンが出て今8回目のアップロードなんですけど新しい人は入んないんですよ普通はで僕らは本当に珍しい形であやりたいねって言って入ってるんですよなんで周りの人がね苦労とプロフェッショナルばっかりなんですよなので リョータも僕も全然勝てうい,いっつもあのもう亮太なんて武器も取れ取れないで殺されちゃったりとかするんですよ <laughs> そうそこがね唯一ねなんか面白いんだけど強すぎるなっていうところとまあなんかいいとこもあり悪いとこもありですよねそうでそのやってるんですけどもともとね僕の ゲームの歴史について僕の歴史のゲーム僕のゲームの歴史について話したいと思うんですけどゲームね好きなんですよで僕子供の頃にあの周りの子供たちはニンテンドーのゲームを買ってもらってたんですよね親御さんにやっぱニンテンドーって日本でも有名でスーパーマリオとかストリートファイターとかあとは ヨッシーとかマリオカートとかいろんなねいいゲームがたくさんあるんですけど任天堂のゲームって友達とするゲームっていうイメージがあるんですよ僕の中でねで僕ちょっとね変わってた子供だったんでしょうね任天堂のゲーム好きじゃなかったんですよそもそも何か友達を呼んでうちでゲームとかっていうのがあんまりしなかったんですで 初めて買ったゲームがプレイステーションのゲームだったんですね。多分プレイステーションの何だったっけな最初のゲーム IQ っていうゲームなんかブロックがねこう自分のところにドンドンドンってこう押し寄せてきてそれでその壊したりそのブロックを何とかするっていうゲームなの簡単に言うとパズルゲームですよね。 このゲームでねいやゲームっっってて面白いなって思ったんですよ。何が面白いかっていうとそのあダメだった時に次は何をしようとかあこれをクリアするためには次はこの動きをしなきゃいけなくてその次にこれを考えたらこうなるんじゃないかって考えて手を動かして勝つっていうこのプロセスがね すっごい面白いなと思ってこれでゲームにハマったんですよねなのでなんか基本的にゲームって僕一人でやってたんですねでなんかあ友達とカービィやって交換とかっていうのがなんかすごく自分には合わなくてあプレイステーションのゲームばっかり子供の頃やっててで中学校2年生の時にあるゲームに出会ってしまったんですよ それがモンンスターハンターーハ僕ねあのインスタライブとか YouTube ライブとかで一番好きなゲームは何ですかって聞かれた時には必ず「モンスターハンターが好きです」って言うんですけどこのゲームもね面白いんですよ本当にもうまさしくそれで大きいモンスターを倒すためにあこのモンスターがこう来たら自分は左に動こうとかっていうのを考えるのがすごく楽しくてでも 昔と違うのはそのモンスターハンターって PSP だったんんでででで4人で一緒にできるんですよ1つの目標に対して4人でいろんなことを考えながら戦うっていうのがすごく面白くてでそれからねそのあみんなでゲームをするのって面白いなと思ってねでやってきて最近この FPS にハマってるんですよね。 のね、相手が何をするのかなって考えながら自分を動かすなんか子供の頃は自分一人で考えるのが好きでで中学生になったらみんなでなんか目標に向かって協力しながらやってくゲームが好きで今はなんか相手とその気持ちとか考えていることを想像しながら相手を倒すっていうなんかいうのがね好きになりました。 とということでねあの今回はちょっと短めだったんですが僕の最近ハマっている PUBG から僕がどういうゲームがね好きだったかっていうのをただただ話してみました <laughs> 皆さんもねゲーム好きですかねでもし好きだったら「私こんなゲームが好きだよ」とか「ただねゲームが好きです」っていうよりも「なんでそのゲームが好きなのか」とかっていうのも日本語で話せるようになると きっと皆さんの日本語のレベルはもうちょっと上がると思いますので是非頑張ってみてください。ということで今回のポッドキャストはここまでです。それじゃあ皆さん引き続き日本語の勉強を頑張ってくださいね。それじゃあまたねバイバーイ